横断歩道にはこのように大きな水たまりができています。長靴を履いてないと歩くのが難しいぐらいの深さです。午前11時の気温が今年最高の6.2度となっている函館では、路上の雪が溶け出し、至る所に水たまりができていました。札幌も午前11時の気温が今年最高の5.3度となっています。午後もさらに気温が上昇する見通しで、 最高気温は4月上旬並みの8度と予想されています雪解けによる屋根からの落雪や道路の冠水に注意が必要です